雨の日でもサポーターたちでにぎわうスタジアム。スタジアムでは傘を差すことができません。イバキラホーリーホックリポート。こんにちは、フリーライターの佐藤拓也です。水戸ホーリーホックレポート第3弾、今日は第7節徳島ヴォルティス戦です。残念ながらというかあいにくの雨になってしまいましたが、今日はそれでもたくさんの、お客さんが来ています。サッカーは雨の日でもやるスポーツです。雨ならではの楽しみもあるんじゃないかということで、今日はですね、そんな雨の日の、サポーターの心得みたいなものをちょっとレポートしたいと思います。それでは行ってみましょう。グッズ売り場にやってきました。ちょっとグッズのことを、お聞きしたいんですが、はい、まあ、雨の日のグッズというとやっぱこちらの、レインコートとかになるんでしょうか。はい、そうですね、ホーリーホックのマークが入っているコートのものなんですけど、はい、現在申し訳ございません、完売しておりまして、在庫もない状態なので大至急制作をしております。次回の、ホームゲームに間に合うかどうかは分かりませんが、全力で作っておりますので今しばらくお待ちください。開幕からやっぱ雨の日が続いちゃって、ね、出ちゃったっていうのがありますよね。はい、誠に申し訳ございません。はい、まあ、代表品で今回まあ別の雨具を持ってきておりますので、それでちょっとしのいでいただければと思います。はい、はい、でも本当ホーリーホックのポンチは皆さん来てらっしゃるんで、はい、そうですね、はい、まあ、それだけ雨が多いかもしれないですけども、はい、まあ、皆さん愛用していただいているので、はい、ここもまた引き続き作っていきたいと思います。残念ながら今回は売り切れていましたが、こんな素敵なポンチョです。雨の日の観戦では貴重品を濡らさないようにビニール袋なども持っていくと便利です。またスタジアム外にはテントの休憩スペースも設けられていますよ。おいしい、おいしい、おいしい。百戦錬磨のサポーターたちにも聞いてみましょう。今日はあいにくの雨になってしまいましたが、今日雨対策みたいなの何かされてきたんですか。雨対策、一応雨具とかもつけましたけど、はい、やっぱり選手雨に濡れるんですからね。基本的には体さえ丈夫だったら選手と一緒に、はあ、濡れるときは濡れるし、はあ、喜ぶときは喜ぶし、そんな感じじゃないですかね。それがサポーターの、それがサポーターだと思いますね。どうですか、雨の日の、心得、皆さんどのようにカッパを着る。カッパを着る。まずカッパ。これでいいじゃないか。いいんですよ。厚着をするには大事だと思いますよ。まあ、着替えをちゃんと持ってくる。終わった後にすぐ着替え。全部畳んでいいです。一番大事なの。熱いハートは。熱いハートで応援する。青春したいの。なるほど、その気持ちを選手たちに伝える。自分たちも一生懸命応援。雨の中でも一緒に戦ってんだぞと。これいっぱい跳ねて、体温めて。勝つ！今日は雨の日の心得をサポーターの皆さんに聞いてきました。雨の日ならではの熱い思い、いろんな思いがあるんだなということを改めて知ることができました。その思いは必ず選手たちに伝わることでしょう。何よりやっぱり防水対策、防寒対策をして風邪をひかないようにしてサッカーを楽しんでもらいたいなと思います。ぜひ、雨の日でも試合会場に来ていただきたいと思います。次回4月29日ファジアーノ岡山戦、ついに推しメン総選挙の結果が明らかになる。